リニューアル前の西口東口広報右は、起点ホーム、宮崎駅は、宮崎県宮崎市西区町にある、九州旅客鉄道の駅である、事務官コードは94万504。宮崎県の県庁所在地である、宮崎市の代表駅で、全列車が停車する。特急、霧島、海幸山幸の全列車と、日輪、日向の一部が当駅発着で運行される。当駅は 路線名称上としては、日豊本線の単独駅であるが、日豊本線南宮崎駅を起点とする、日南線の列車の約半数、日南線連基地駅を起点とする、宮崎空港線の列車の大半が乗り入れており、日豊本線と日南線、宮崎空港線との実質的な接続駅の機能も持っている。宮崎駅、宮崎空港駅間には、 空港線の愛称が付けられている。2015年5月1日より接近メロディ、発車メロディに、高谷に実る編曲のフェニックスハネムーンが採用されている。宮崎県営鉄道の駅として開業した頃、宮崎駅へは、当時鹿児島本線の途中駅であった鹿児島県の吉松駅からキット線、日豊本線の経路で、国鉄が線路を順次建設した。これに合わせる形で、 宮崎駅の工事も進められていたが、青い学付近の工事が遅延し、1913年2月の時点で宮崎駅だけ先に完成して宙に浮いた状態となっていた。この国鉄の駅を宮崎県が借り受けて、宮崎県営鉄道の駅として1913年12月15日に、まず開業した。さらに1915年3月20日、 国鉄が建設を進めて完成させていた清武、宮崎間の線路を宮崎県が借り受けて宮崎県営鉄道として運行を開始した。この時点では中間の未完成区間を馬車で連絡していた。1916年10月25日、最後に残されていた青い学駅清武区間が完成して国鉄宮崎線が全通し、 清武宮崎間の宮崎県営鉄道による仮受け営業が終了して国鉄が宮崎駅に乗り入れてきた。これにより宮崎駅は国鉄と宮崎県営鉄道の駅となった。1917年に宮崎県営鉄道が国有化されて国鉄のみの駅となった。1945年8月12日に空襲を受けて被災したが、 1950年に建て替えられて本復旧した。この建物は昭和末期まで用いられた。駅と線路が東西方向の交通を遮断している状態を解消するために高架化工事が1988年10月に着工され、1993年10月1日に現在の駅舎が完成した。以前のホーム別の改札改札建設中のアミプラザ宮崎左は、 海間右は山間アミプラザ宮崎海間、島式ホーム2面4線を持つ高架駅で基本的に上りと下りで島式ホームを1面ずつ使用する。以前は各ホームから階段を下ったところにそれぞれの改札があったが2020年3月19日より改札が統一された。配線構造上すべてのホームから上下方向に出発が可能である。また特急 日輪、ヒューガと特急、霧島が同一ホームで接続を行っている。校内に留置線はなく、留置の際は宮崎神宮駅の留置線へ改装あるいは宮崎車両センターへ行くを行う。県庁所在地の中心駅としては JR 九州で唯一自動改札機が導入されていなかったが、宮崎エリアでの守護下導入に合わせて2015年11月7日に、 自動改札機が導入された。また守護家の利用エリアについても、2012年12月1日に九州全域の都市圏近郊に拡大された時点では、宮崎都市圏のみ導入されなかったが、2015年11月14日よりサービスが開始した。直営駅で緑の窓口、守護家券売機が設置されており、自動放送も導入されている。 駅長、副駅長配置、コンビニ、ファミリーマートが入っているが24時間営業ではない。キオスクはホーム上ではなく改札外にある。かつてはホーム上にもあったが後に撤去された。高架化に伴い1993年に完成した新しい駅舎は太陽と空を表現しており、J. フェルナンド・テルヤによる設計である。デザインの都合上、開業後しばらくは、 宮崎駅という漢字表記を掲げられなかった。また、完成当時、市民からは駅舎のデザインに対して賛否両論の声があった。高架化以前は宮崎機関区や貨物の取り扱いもあり、かなり規模の大きな駅だった。その一方で、駅及び線路が市街地を東西に分断していたため、東西間の往来には人も車も大きく迂回する必要があった。 商業施設アメプラザミヤザキのヒムカキラメキ市場が駅構内に併設されており、ダイソー、軽食やファーストフード店等がある。また、起点建築当初には駅施設と直結する連絡通路を建設する計画があったものの、建設計画自体が大幅に見直された際に連絡通路計画も廃止となり、アクセスには一度駅の外へ出る必要がある。 宮崎駅弁当が調整、販売する。主な駅弁は、カキの通り。炊き込みご飯の上に椎茸、そぼろ、金糸卵を乗せた、椎茸飯が有名。2019年度の1日平均乗車人員は4,958人で、ある。宮崎県内の駅では最多。近年の1日平均乗車人員推移は、以下の通り。中心街は東駅南西方向に広がる。 駅の東西に出入り口があるが西口方面が商業的に発展した宮崎市中心街へとなり、東口方面は住宅街となっている。宮崎駅西口、東口にそれぞれバス乗り場が設けられている。なお、2011年10月1日に駅西口にバスターミナルを兼ね備えた複合施設、起点が全面開業したことにより、 県外高速バスは一部を除きすべてここから発着する。かつては一般路線バスと空港リムジンバス、高速バス長崎線と鹿児島線においては、当駅舎から向かい側にあった旧宮崎交通宮崎駅前バスセンター発着とし、それ以外の県外高速バスは駅構内西口に乗り場が設けられていたが、起点開業とともに発見窓口を移転、集約したことにより、 県外高速バスはすべて宮崎交通の運行。宮崎駅前バス乗り場、路線一覧西1、編集、近距離、西2、編集、近距離、西3、編集、中長距離、西4、編集到着東1、編集高速バスターミナル。停車しているのは JR 九州バスが独自で福岡方面に運行していた。 太陽宮崎交通が運行に関与している高速バスは起点1回からの発着である。なお、夜行便は当初から一度も東駅へは乗り入れていなかったが2011年3月12日から2013年3月31日まで試験的に夜行便の運行を再開していた福岡線フェニックス号が初めて乗り入れていた。現在は宮崎 延岡福岡線として近、どのみの運行により、当駅へ乗り入れている。延岡行き、日向か号は西3乗り場から発車する、A 乗り場、B 乗り場、C 乗り場、宮崎交通が運行に関与していないその他の高速バスは、東口からの発着である。九州旅客鉄道日報本線、普通宮崎神宮駅、宮崎駅南宮崎駅日南線快速。 日南マリン号普通宮崎駅南宮崎駅、宮崎空港線普通宮崎駅南宮崎駅、ありがとうございます。